立川断層帯の位置立川断層は日本の関東地方に存在する活断層である。名称は主に東京都立川市を横切っていることにちなむ。東京のベッドタウンの直下であり、日本の活断層の中では地震の発生確率がやや高いグループに属している。北方への延長線上には殴り断層が存在しており、殴り断層と合わせて 総延長約3 3トルの立川断層群をなす。文部科学省による研究では、立川市内にあると考えられていた部分の存在を否定しており、名称を変更する可能性が指摘されている。総延長は約2 0トルで、殴り断層を含むと約3 4トルおおむね埼玉県飯能市から、大名市、立川市、 府中市へ伸びていると推定されている。立川市内では数メートルの高低差の断層崖が,けがわずかに見られる場所がある。おおむね北西南東方向に伸びる。国の文部科学省地震調査研究推進本部と東京都のそれぞれのトレンチ調査をもとに全く異なった発表がなされている。ただし、いずれも平均活動周期と単位変異量は 具体的には得られていない。平成27年5月、地震調査推進本部の事業として、東京大学地震研究所の佐藤博教授による、平成24年からの3年間の立川断層の調査結果が報告された。それまで3 3トルと推定されていた断層のうち確認されたのは、水戸町箱根ヶ崎の1 2トルで、 立川市内には存在しないと結論づけた調査。結果から、報告書中では、断層名を、立川断層から、箱根が崎断層に変更している。AB 立川断層の最新活動について、活断層研究ボリューム1996、no.、ナンバーワン 5P1 から8反射法による、 立川断層の地下構造活断層研究ボリューム1998ナ、no. ンバーワン 7P54 から64地震調査研究推進本部立川断層隊、東京都防災ホームページ立川断層構造調査立川断層の最新活動時期東京都西多摩郡水戸町箱根ヶ崎におけるトレンチ調査結果引く 四学雑誌ボリューム116ナ、no. ンバー3から 4P380 から386。立川断層帯数百年前に地震過程説、覆す2014年5月11日、東京新聞長官立川断層帯における、重点的な調査間即平成24から26年度成果報告書、立川断層講演会を開催いたしました。 立川市広報立川2015年6月25日号2面2015年6月25日立川市役所広報誌東京 MX ニュース検証首都防災立川団総体の新事実被害想定は検証首都防災立川団総体の新事実被害想定は YouTube ありがとうございます